さいダイエットなんていいわ。それでは行ってみよう。普段は中休みの時間があるみたいなんですけど、現在は投資営業をされてらっしゃいます。ニンニク増しで野菜増しで油増し醤油のやつは普通で、はいはい、ありがとうございます。すいません。鍋でお湯沸かしていただいて、はい、沸騰してから、はい、麺入れてください。沸騰してから麺、はい、はい、で強火のものをずっと沸騰させたまま茹でてもらって、大体家庭用のコンロだと6分から6分半茹でていただいたら、店と同じ硬さぐらいになります。で茹で上がったら、はい、鍋から上げてもらって、はい、スープの中に麺入れていただいて、はい、最後野菜の容器を逆からかぶせていただくと、はい、こう山形になるようなもりと、そうです、はい、なってるんで、はい、地球規模の系列は3店舗あるんですけど、はい、伏見の本店と、はい、で内側2号店 で、はい、で最後京都の山陰に地球規模考えるそうなんですけど、その3つはやってると思います。あ、そうなんです。なんかやっぱりこのご時世なんでなかなか、ね、お客様の入りとかは難しいと思うんですけど、まあまあそうですね、実際どうですかね。テイクアウトを始めてからは、はい、それでもやっぱこの時期に比べたら減ってますね。やっぱりさすがに8時からがお客さん取れる普段は。あ、普段そうなんですね。8時からが一番忙しいんで、あ、その時間に閉めないといけないですよね。何割ぐらいいらっしゃるかですか。そうですね、はい、50から100ぐらいは減ってるんじゃないですか、多分、ね、1日でですか。それぐらいは多分平均的には。まあ、でもやっぱりテイクアウトもされてるんでね、こう持って帰って。そうですね、まあ楽しもうという、はい、常連の方でも、はい、家でゆっくり食べたいって方はテイクアウトにされてる方ももちろんいらっしゃいますし。ありがとうございます。いろいろ聞かせていただいて、まあ、あんまり薄っぺらい内容。いやいやいや、すいません、ありがとうございます。ご対応いただいて親切に。じゃあお湯が沸くのを待ってる間に、それでは今日もご自宅で飲んでる方も一緒に飲みましょう。お疲れ様です。乾杯。香るエールだ。まあ、お湯沸いてるやん。湯沸く前から分かる 200g のボリューム。今うちのレンジ見た方、えらいアナログやなと思いました。あれで十分使えます。チンチン。おお、できたこのビジュアルはまさに二郎系。濃厚。どう食べるのが正解なんやろ。
まずはちょっと野菜をサクッといきますね。うまい。野菜を果てにビールがいけちゃう。あ、すいません、ビールもう一杯いいですか。お願いします。かしこまりました。あ、一人二役大変やわ。第1位、厚みがすごいですね。うどんかなと思うぐらい。ぐわし、麺のわしわし感がすごいんですけど、それがもうこれ癖になりますね。うまっ。してますよ。めっちゃ熱くなってきましたね。ニンニク増しすごい。店員さんが麺は6分から6分半茹でるっておっしゃってて、結構長めやなと思ったんですけど、6分から6分半茹でても麺のコシがしっかりとあります。麺も野菜もね、厚みがすごくて本当に割り箸折れてしまいそうです。味がこれしっかりされてて、もうビールと合うやつ。地球規模で考えて美味しいです。家にある一味をかけていきます。ビール3本いこうと思ってたんですけど、さすがにちょっとお腹に来ておりまして、なんか限界かも。規模で考える未来へさんのラーメンをテイクアウトしていただきました。全体的にパンチがあってガツンとくるんですけど、それがまた癖になるやつですね。ぜひ皆様もテイクアウトしてみてください。それでは今日もご視聴いただきましてありがとうございました。わ、ラーメンすすりたくなったと思ってくださった方はグッドボタン、チャンネル登録、コメントいただけると嬉しいです。よろしくお願いします。京都が中心で関西、京都が中心で関西ということで、レイランナーのチャンネルでは、あ